こんにちは、伊藤桃です。今回もダイエット動画大好評の食事密着の企画なんですけど、私はちょっとね、焼肉を食べすぎて、なんと1週間ファスティングをしました。ファスティングって、まあ、私も結構まあ1年前ぐらいに1回やったんですけど、気合が足りないとできないもんなんで、なんですけど、今回はですね、1日だけファスティング、ドリンクだけで過ごすって日にして、それ以外は準備食と回復食をめちゃめちゃちゃんとやりました。もうほんと1週間かけて、3日ぐらい準備食して、4日目にファスティングをして、5日目、6日目、7日目の3日間が回復食で、もう食べ過ぎたお腹がやばすぎるんで見せていいですか？妊婦。私のいつもの戻し方、大体ファスティングが多いんですけど、そちらを見ていただけたらと思います。そして、まあ、でもね、めっちゃスッキリしたので、一旦体重、どうぞ、こちらです。やだ、見せたくない。さあ、始まりました。やめて、やめて。やばい。48.8kg!しんど。はい、おはようございます。ワンデイクレンズセットが届いたので、ちょっとやってみようかなと思って。ファスティング、ダイエットもあるんですけどね、なんか本当に最近私やばい、4日連続韓国料理を食べました。もうむくみすぎてマジやばい。カレンダーも届くんですよ、わかりやすいやつ。まあ、1日目なんで、朝はスムージーですね。お粥も入ってる。これがスムージーですね。あ、乾燥スープも入ってんのか。すごっ。フルーティーな匂いがする。野菜とフルーティーな匂いがする。なんかバナナっぽい味もするけど、こう味がね、なんて言うんだろう、これ。私ブルタッチを飲んでるんですけど、これね、今ねお風呂上がりなんだけど、結構むくみなくない？あ、むくみない、白くない？なんか肌白くなったけど、ブルブル。はい、2日目の朝です。今日も朝はスムージーで割っていきたいと思います。スムージー、水で割ります。本当になんかね、あっさりしたフルーツ風味みたいな感じで、めっちゃ美味しい。ジムに行ってきました。2日目、夜ですね、今6時ぐらいなんですけど、軽めの食事を取るみたいなので、あれ、その前にまたベーグルを食べてました。なんか米の方がいいって言うじゃないですか、パンダメみたいな、なんですけど食べてますね。私の最近ハマってる料理をしたいと思います。食べながら、鶏肉を3分の1ぐらいを使っていきます。適当にキノコ、舞茸とかえのき、しめじを入れます。舞茸はどうしようかな。これも半分ぐらい。あ、ちなみになんか油とか何も引いてないです。油はあんま好きじゃなくて、いつもあんま引かないですね。あ、えのきも、まあ、3分の1ぐらい、まあ、ちょっと焼いたら無調整豆乳をみんなが浸かるぐらい、いい感じの量を入れます。使ってますね。そしたら、玉ねぎ、スーパーに売ってる剥いてる玉ねぎめっちゃ楽なんで、ご来用してますね。こちらを、1個使っていきます。こうなんかあの、ほんと剥き上がってるじゃがいも、これを1個入れます。そしてコンソメキューブを1個入れます。で、なんかこれはなんかいい塩、
なんか適当に通販で買った塩、冷凍のかぼちゃを入れていきます。終わりました。すごくない？もうこのレシピ結構もう作ったの10回ぐらい作ってますね。めちゃめちゃ簡単だし、めっちゃ美味しい。もうやだ、もう夏やだ。もう夏楽しみって言ったのにさ、こんな汗かくと思わなかった。それではいただきます。豆乳かぼちゃたっぷりきのこのシチュー、いただきます。これほんと美味しすぎて、マジでちょっとぐっちゃぐちゃなんですけど、皆さん作ってみてください。私の料理の腕については皆さん一切触れないでいただいたら嬉しいです。うん、やっぱどれだけ便秘でもえのきとかきのこ取ったら結構排便になるんで、きのこって本当にすごいなって思う。300キロカロリーぐらいだと思います。今が12時ぐらいですね。朝ごはん食べるの忘れたので、朝が一応指定でちょうどリンクだったので、これを一気してこれを入れるっていうスタイルでやっていきます。なんか紙にパンより肉まんって書いてあったので肉まんを買ってきました。なんかお腹は空いてないけど明日が怖いですね。いただきます。美容室に行ってて、夜が JP さんのチャンネルの撮影なので、うん、頑張りたいと思います。じゃーん、そうやってボロボロすぎる、湿気やばすぎて、で顔でかくない？やだ。本当はですね、スープなんですけど、マジ酔い撮影、YouTube の撮影があって、食べたのがキャベツとかなんですけど、麺、焼きそばみたいなやつもほんとちょろっとこうマジつまむぐらいしか食べてないんですけど、まあスープと同じぐらいの大体カロリーぐらいを摂取したので、今日はこれだけにしておきます。おやすみなさい。明日たちなので寝ます。はい、それでは4日目のファスティング当日なんですけど、またコントレックスに水を変えたんですけど、これに、混ぜて飲みます。朝ごはん今が朝の9時半ですね。これをちまちま飲みながらファスティングしていきます。味もくどくなくて結構さっぱりなので飽きずに飲めてますね。今4日目で3日間朝ごはんこれでやってたんですけど、今日は4袋全部夜までなので頑張りたいと思います。撮影が終わって今デザインミーティングをしているんですけど、また今日はファスティングの日なので2本目ですね。なんていうの、持ち運びサイズなのでこうやってペットボトルに入れられるのがめちゃめちゃ楽ちんですね。痩せるためには意外とお腹は空いてるんですけど、まだ耐えれるかもしれないってレベルですね。そんなに辛くないです。はい、ちょっと寝ちゃってて今が、夜の8時ですね。これまた1袋入れたのでこれも飲んでいきます。寝起きだからかわかんないけどあまりお腹が空いてないです。頑張ります。おはようございます。今日は夕方から撮影なのでめっちゃ寝てましたね。ファスティング、お腹空いたけど無理やり寝たら余裕でした。お昼ご飯も合わせて食べるのでスープも飲みたいと思います。スープ初めてだよね。では、朝ごはんのこちらのスムージーをいただきます。味そんな飽きない、意外と。は
い、そして楽しみにしてたコンソメスープいただきます。ね、美味しい。なんかやばい、久々の塩分って感じ。クレンズドリンクっていうんですかが、なんか便通めっちゃ良くなる気がするんだよね。結構ね、すっきりしました、腸が。このあざはですね、ヒアルロン酸をちょっとピチョって入れたら、口角をさ、にって上げるためにヒアルロン酸を入れたんですけど、そしたら結構、あざができちゃいました。あー、美味しい。うま。頑張りたいと思います。はい、めっちゃお腹すきました。撮影が終わって夜ご飯、おかゆですね。1個入ってたファスティングのやつのおかゆなんですけど紫っぽい感じの、なんか味付いてそうな感じのおかゆでした。いただきます。いただきます。ん？もちろん薄味なんだけど、ただのおかゆじゃないわ。なんかほんのり味ついてて、でも多分ね、ファスティング終わった後だから結構味はなんか敏感に感じれてるのよ。もう明日明後日も、意識してファスティング終えていきたいと思います。リバウンドしたら嫌なんでね。結構体重落ちてる気がする今で。おはようございます。お腹すきましたね。今が8時ぐらい、8時9時ぐらいで、朝ごはんのスムージーを作ってます。今日はシリちゃんの撮影なので、お腹すくと思うんですけど、でも朝この置き換えをして、昼と夜は普通にちょっと気をつけて食べれるみたいなので頑張ります。午前中は頑張ります。お疲れ様です。やっとお弁当、そこのお弁当美味しい、はい、何弁当ですか。わかんない、鮭。鮭、待って、唐揚げ入ってる。罠。いただきます。夜にジム行っといてよかった。あ、なるほど。半身浴しなくてもなんかむくみがなくて嬉しい。ももさん、あと何体ぐらいあるんですか。多分15体ぐらいある。15体わかんないけど、リアルにそれぐらい、リアルにそんぐらい後半も頑張っていきましょう。てか、ラメニット可愛くない。いや、めちゃくちゃ可愛いです。待っててください。はい、楽しみに。普通にご飯を食べていいってことだったんですけど、まあ、ちょっと回復食、そんなにがっつり食べたらやばいので、見てください、ヘルシーなタコ。しかもこれ肉入れてない。このタコとキノコと野菜とキムチしか入ってないチゲにしました。自分でね、全部セレクトしてね。そう、内容選べるの良くない。めちゃ2日目はこんな感じでした。2日目か。はい、ということで、今 YouTube 撮影をしてたんですけど、飲んでいきたいと思います。なんかこれを飲んでからめっちゃ便通が良くなって、だいたいなんか3日目ぐらいから、私本当に便秘やばすぎて1週間出ないとか全然あるんですけど、なんかめちゃくちゃで飲んで出るってさ、あんまないじゃん。なんだけどこれ本当出たから、成分がね、やっぱ野菜とかフルーツとかが多いから、食物繊維がめちゃくちゃ入ってるなと思います。だとさ、ファスティング時だからさっきの韓国料理食べたじゃないですか。なんだけど全然むくんでないんだよね。だからマジですごいなと思った。お疲れ様です。あ、今日が最終日なんですけど、夜もまたちょっと会食で韓国料理を食べなきゃいけないんですけど、まあ、またチゲとかヘルシーなものを食べたいと思います。朝昼ご飯こんな感じでした。はい、多分生理前なんですけど、めちゃくちゃお腹が空いちゃって、仕事前に、あ、うまそう。いただきます。
おすすめのサラダボウル屋さんあったら教えてください。サラダボウル本当に好き。家でも結構作ります。時間があったりとか仕事があんま忙しくない時期とかは。はい、では、最終日なんですけど、シェリちゃんのお疲れ会をしてまーす。イエーイ。私も、外役食期間なので、また今回も海鮮鍋とかだけにしてます。チヂミとかも来てるんですけど私は我慢します。ということで、外役食今日最後で明日の体重測定が楽しみです。多分ねマジですっきりしてるから痩せると思います。ちょっとお酒も控えて頑張りたいと思います。運命の体重測定結構頑張った気がする。46キロになりました。はい、いかがだったでしょうか。ですね、このスムージーただのスムージーじゃなくて結構なんかお世辞なしですごい効果が過去一良かった。なんでかっていうと3日目とかで便通が明らかに良くなって健康を見るのには一番わかりやすいけど、便が。便秘だったら、お肉食べ過ぎとか、食物繊維取ってなすぎとかもいろいろわかると思うんだけど、野菜スムージーを飲んでるだけで、めちゃくちゃ便強くて、結構1日1回は出ました。あと、むくみがなくなった？やっぱファスティングをすると2キロちょいぐらい減ったと思うんだけど、まあほぼね、むくみ。韓国料理とかもいっぱい食べたんだけど、あと、このサプリも飲んでました。これは、iHerb で買えるやつなんですけど、これは、むくみを、夜にちょっと塩分とか取りすぎたなって時とか、私韓国料理一回食べに行って、その後会食とかでもあったので、2、3回食べて、その絶対に塩分が多かった日は、このサプリを飲んでるんですけど、なんかこのサプリ飲んでも結構目とか腫れるのよ。朝起きたら。なんだけど、それがなかったのがすごいなって思う。1週間で2、3キロは結構マジで短期間でリセットできたなって思います。しかもね、本当に辛くなかった。食べ過ぎた時のリセットとか、体重減らしたいっていう時には、本当に一番効果があるダイエット方法だと思います。好きなように結構食べてたんだけど、プログラム通りにやれば、本当に体重痩せたし、スッキリするし、まあね、ファスティングはね、腸活とかお肌も良くなってね、私すっごく毛穴がめっちゃ引き締まった感じがするの。めちゃくちゃね、この1週間で結構変わったと思う。チゲとかも塩分多かったけど、私野菜めっちゃ食べたんで、だいぶ体には良かったと思うし、今めちゃくちゃ急に暑くなってきて、夏とかプール、海とか行くと思うので、皆さんも1週間で痩せちゃいましょうっていう曲です。今回のご提供してくれたスムージー、サラダボウル屋さんもあるみたいだと、それ行ってみたかったんですけど、仕事結構バタバタで行けなくて、今度行ってみます。GB ファスティングは概要欄から2280円で買えます。安い。2000円台でこれは結構満足できる。お粥とかスープもついてるから、しかもね、本当にこう何を食べろって言われたらさ、やっぱやりやすいじゃん。感触はこれがいいよとかも全部書いてくれてるから、本当にありがたいんで、皆さん試してみてください。はい、それでは最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバーイ。